自由の神に命じられた自由は本当の自由であると言えるのか。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうか。お前は、誰だ？どこから？こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたは、きっと仙人の使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため、仙人様が使わせた使者なのだろう。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいがどうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。いや違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。離島が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。お慈悲深き。仙人の使いを、俺らは参道に仙人の使い。
俺は一体。あの、そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。ってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。千人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ん？ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。でも、俺らみたいな凡人が千人に会うなんて。ただ、尊き千人の使いのあなたなら、きっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上千人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。ありがとう。オイラたち、本当に仙人の使いだったらいいな。なんか、ここの仙人は気性が荒そうだ。でも、オイラたちは悪いことしてないし、多分。三門を荒らし、戒めを受けさせたぞ。無知なる凡人よ。我が戒めをその身に受け。全ての運命を新たに紡げ。